はい、スタートしました。うらぎチャンネルです。今回こちら、首位町田の原動力、<ー>柴と会の現在地。フフフフゲストは、郡司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユージアンの,の要でお送りします。エリグ第4節湘南ベルマール VS 裏ラを徹底的に振り返るライブ配信3月17日ですね、に収録しております。改めまして、首位町田。 ということででかから上がっったたばりりなのに今単独首位第4戦終わった時点で予想通りここまで結果を残すかっていう、まあ、意外性はありますけどねただちょっとね他チームもまだエンジンかかってないのかなって印象もありますッ田選手が活躍しておりましてユージさんもねッ田ユニフォーム持ってますしそうですよで私一応見に行きましたよ町田輝いてたよあれって思っちゃったよ <laughs> 全然ちゃうやん <laughs> 今年は浦和から期限付き籍中ですが 初めてもちろん町田のキャンプに参加して、どうでしたそのあたりの柴田海選手の序列も含めてまあ町田は基本的にダブルボランチを敷くチームなので、まあ組み合わせとしてはねまあよくあるオーソドックスな潰し屋系のボランチと、ボールを動かせるタイプの組み合わせでダブルボランチを組むケースが多いんで、柴田選手に関してはあのボールダッシュ。 力を発揮するタイプなので、まあ、潰し屋系のボランチとしての立ち位置なんですけども、序列でいうと、プレシーズのタイミングだと2.5番手ですかね、ダブルボランチで言うと。<う>潰し屋タイプのボランチのバックアップみたいなイメージですね。そ,その時のファーストって誰だったんですか選手でああ、宇野善斗、ね<ー>、何歳今 プロ3年目なので今年21ですかね青森山田高校でまあその最初の練習試合大学生との練習試合だったんですけどもこの時はそのまあ柴田選手は2.5番手というかまあ、宇野選手のバックアップ的な立ち位置だったので B チームでの出場だったんですよ<ー>ただあの B チームの中ではまあ、30分というゲームだったんですけどももう別格のパフォーマンスを見てたのでレギュラー数には確実に食い込んでくるだろうなというふうには思っていたんですよただね、はい、ちょっとふうにもちょっとキャンプの中盤にねちょっと 体調不良でで練習に参加できない時期もあったりしてね、まあ、ちょっとその辺がね不運だったなっていうのはあったんですけどね、そんなプレシーズンでしたね。レギュラーを奪い切れていなかったという状況なんですけども、なんと首位町田を引っ張る開幕から4試合連続先発。ちなみに、去年の出場分が141分。<ら>で、今年はもう249なんで、もう。 ほぼ倍近く出てますね。うん、まあ、これはあの本来のレギュラー候補だった宇野善斗選手にちょっとえアクシデントがあったことで、柴田選手が先発入りする形になって<ー>まあ開幕節こそ先発出場して途中交代という形だったんですけども、2節からは3試合連続フル出場ですかね？出てる形ですね。<ー>裏でも見せていたボールダッシュ能力、利き、サッチ能力はそのままにまあ奪うことが一番理想的なんですけど、もまあ奪えない状況でも相手を前を向かせないとか。 向きにさせてバックパスさせせてるだとかカウンターの目をこう的確に積んでいくとかいうような、まあ、その本来持ち味としている働きがしっかりできている上に時々そのボール保持の状況では自分でこうスペースの方に流れていってボールを引き出すような役割なんかも見せたりして戦況、はい、に応じてプラスアルファの部分自分のストロングポイント以外の部分もこう表現するような。 形で人活躍をしておりますチーム選手として柴田選手の良さが出るサッカーをやってるってことなんでしょうか、うん、もうちょっと平たく言うと高い強度で殴るチーム、うん、強度の高さが、まあ、ストロングというか売りのチームなんでまあこれはもう単純なあのその柴田選手のストロングポイントとチームが必要としている要素ですね強みの部分がもう完全に合致してるっていうところが、まあ、一つ一番大きいことと、まあ、それ以上のプラスアルファのところを柴田選手はできているっていうこともやっぱり今 して連続で先発出てるっていう原動力なのかな自分のねチャンスを自ら掴んでものにしてるっていうことですね。ポジティブな変化があったと。 いいいうううううここととななんんででですすけど<あ>ど変うう変化なんでしょうまあ本人曰く縦への意識が変わっっててきたっていうことですねで例えばあの鹿島戦で方がボールダッシュしてルーズボールが中盤で生じたんですけどそのルーズボールをダイレクトに縦に前にいた選手にパスをつけてそこからこう最終的に平川優選手のゴールにつながったシーンがあったんですけども、まあそこもそのルーズボールを柴田選手がダイレクトに藤尾翔太選手につけたことが一つミソになってゴールにつながったかなっていう場面で。奪った後ににに即攻撃にスピー,ディーに 転換するプレーっていうんですかね。それがこう。 本人的にもできるようになってきたというか。まあその辺はこうチームとしても、まあ前にベクトルを向けて奪ったボールをすぐスピーディーに。相手陣地にボールを運ぶっていうところはチームとしても求められてるところなので。その辺の要素をこうしっかり柴田選手も順応するっていうんですかね。前の意識がすごく変わってきたっていうことを言ってました。まあ皆さんもご存知だと思うんですけど、リカールドロドリゲスさんが監督やってた頃には、まあボランチのところでね。柴田選手がこうボールを引き出して、チームを前進させるみたいなことが働きもしてましたし。その今までのその自分のストロングポイントだけじゃなくてっていう。なんかちょっ また違ったこの要素をこう町屋に来て、身につけてるなっていうのはすごく感触ありますね。いや、なんか寂しいよ。<laughs> <れ> <laughs> でも一応浦和の選手なんだよね,、ま、だねそうです。期限的遺跡ですから。浦和<れ>のインサイトでね、前から嵌めまくる仕事が見たいですよ。そうですよね。<れ>そういった意味では、中盤でフィルターをかけられるね、個性っていうところになりますからね。うん、人で解決できる部分ですよね。うん、確かにね。軍事さんが独占で、浦和サポーター向けに、これは練習の時にとっていただ。いたそうですよね。まあ、あの、ね、はい、柴田選手にもう。 きちっと正直にあの、裏列系の YouTube チャンネル出るんで、列サポーターにメッセージくださいっていう風に言ったら、あの、 ニコッッとししながらい<っ>、はいい,いたたただだききままメセージをはす契約上の問題でウラルツ戦には出ることはできないんですけども、セルビア試合に出て日々成長しながらプレイヤーとしてより進化をしきていきたいと思っています。奪った後に前にパスをつけることや前に出ていくことは練習から取り組んでいることで意識していることでもあります。ウラのサポーターの皆さんから、ゼルビアの試合を見てもらっているという声もいただいてますし、マッチアの試合で頑張っている姿が嬉しいという言葉も僕の耳に入っていますと。気にかけて で応援してくださっていることはとても励みになります今はゼルビアで頑張っていますが裏の選手たちにも負けないようなパフォーマンスを発揮していきたいですという決意表明をしていました悲しいな <laughs> 戻りたい っていうのがちょっとあんまりいないのちょっと不安になりますがけど前向きなコメントでインサイドハーフを意識したコメントだった気がしますね縦への意識だったり縦へのファスってのは裏のインサイドに今も求められていることですからきっと柴田選手も裏の試合を見て俺インサイドでやれるよと思っての発言と前向きに捉えましたいやもうこのまま海外行ってもらおう町だから町だから大金を落としていてもらおう遠藤渡の横は柴田でなるほど2人まとめて帰ってきてもらおうそうですね でもなんかさヨーロッパのちょっと下のところでさなんかもう金持ってるビッグクラブにもうどうしようってところはさ芝と絶対欲しいと思うんだけどな。 これだけね、プレーの幅広げるっていうのはね、やっぱそのね、前の意識、縦の意識が変わってきたっていうところをこう、しっかり実践にね、結びつけてますしね、なんか本当にこう、どん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 、そのチームのスタイルが変わっても、そのスタイルで必要なことをこう自分のものにするっていう、それを実践する力っていうのが、やっぱ改めてあるんだなっていうのは、なんか本当にリカさんの時の芝田選手もそうでしたけども、黒田監督というか、抹茶に来てから必要なプレーも芝田選手、また身につけて進化してますからね、伸びていけるんじゃないかっていう。 期待ありますけどねなんかセリエの中堅クラブとかバカハマりしそうな感じしません <laughs> <laughs> 守ってカウンター<え>柴田は全部拾いますみたいな告知コーナーはいあのタグマというプラットフォームを使って フシーマチダデリビの旬な情報をお届けしてますで時々柴田選手のことも取り上げさせていただいてますのでもしよろしければご覧いただければと思いますフラギチャンネルチャンネル登録していただくと私とユうジーさん喜びますんでまだの方ぜひぜひお願いいたしますじゃあ最後に柴投推のもう言っただろ今 <laughs> もう町田はさっさと卒業して海外でひ花咲しものすごい経験積んで帰ってきてください以上ですグリさん今日どうもありがとうございましたありがとうございました